1球目と2球目のボールのポジショントータルでどれぐらい距離が出てるのか、はい、皆さんこんにちは、フェニックスゴルフアカデミーの井野です。今回のレッスン動画はですね、フェニックスメソッドのピッチエンドラン、それをやっていきたいと思います。まあ、前回ランニングアプローチをやったと思うんですけども、同じチップショットの中の一つです。なのでちょっとした違いっていうのを今回皆さんにはどこが違うのかしっかりと確認して、コースの中でも使い分けてもらいたいなと思います。それでは行ってみます。さあ、じゃあちょっとやっていきましょう。足元にスティックを置きます。こんな感じね、ランニングアプローチの時と同じような形です。そして必ずオレンジのスティックの延長線上のところにボールを置いていきましょう。まず構えなんですけど、一回ちょっと復習、ランニングアプローチ、はい、ここねボール1、そしてスタンス狭めてオープンスタンス、そしてソールぺったんこでファーストの短く握るで7対3とかでした。これがランニングアプローチです。じゃあ今日のピッチエンドランはどういうふうに変化するのっていうところなんですね。まあ、基本的なところは変わらないです。例えばボールの位置、左のかかと内側から10センチ、ここはもうほぼ何したって変わらないです。この右足どうなるのってなった時に、ここです。今度はオレンジのスティックをまたいじゃいます。でも肩幅よりかは狭くていいです。肩幅っていうのは7番アイアンでしたね。目安は7番アイアンよりも短いショット、短いクラブ、アプローチです。なのでそこまでスタンスの幅広げなくていいかなと思います。軽くオープンスタンスはやっていいと思います。まあ、オープンスタンスしたくないっていう人はしなくてもちゃんとフォロースルー、ちゃんと出せますよ、スムーズにいきますよっていう人はいいと思います。これオープンスタンスにする理由、ランニングアプローチの時にはちょっと言ってなかったんですけど、フォロースルーをしっかり見やすくするとかね、あとは腰ちょっと詰まりやすいんですよ。スクエアだったり、極端に言ったらクローズにしてたりとかしたら詰まりやすい。それをフォローをちょっと出しやすくするために、軽くオープンスタンスしてあげると、まあ、腰がちょっとこう切れやすくなってきますよっていうね、そういう意味合いもありますと。じゃあこのハンドファーストはどうなるのか。もちろんね、今日のピッチエンドランっていうのはランニングではない、ちょっと浮くんです。半分飛んで半分転がるようなね、高さを出していきたいので、ハンドファーストもほんの少しだけ元に戻してください。まあ、これはもう通常の左の太ももの内側あたりって思ってもいいです。まあ、要するにだからフルショットとポジション一緒だよってことだよね。こんな感じで、体重の配分、ここでの体重の配分はランニングの時が7対3でした。体の中心はボールよりもはるかに左、それをスタンス広げてちょっとこう構えるわけですから、中心がちょっと右に行きました。まあ、7対3っていうよりも私は数字で言うと6対4、左に6、右に4、こういうウエイトの配分です。左に軸がこうちゃんとあるようなところでストロークしていきますよって考えておいていいと思います。さあ、あとは今ハンドファーストも戻しました。もうセットアップとしてはもうこれで OK です。どう慎太郎、これ変わった？ランニングアプローチと、はい、ちょっとなんかショット寄りに、まあそうだね、そちょっと寄りだよね、はい、うん。それは何番ですか今も。あ、これね、ごめん言うの忘れてた、ピッチングです。ピッチング、うん、ランニングもピッチングを基本としてベースを作ったよね、距離のね、ちょうど 中間の中間だから、はい、そう。まあ、ここでもさ、しっかりベース作りたいの、どっちかというと距離感の方の、はい、方向性も大事なんだけど、まずこれぐらいの振り幅でこれぐらいのテンポで振って、どれぐらい飛んでどれぐらいキャリーするかっていうのが大事なのね。そうしないと安定しないですよ。なのでそれを安定させるために、まずピッチングでやっていきます。もちろんね、使い分けしていくんだけど、ランニングのように5本ぐらいを使い分けるってことはあまりしなくていいです。
まあ、基本をピッチングと考えて、高い球が必要な時にはサンドウェッジだったり、低い球が必要になったら、まあ、9番とか8番使ってもいいんだけど、まあ、そんなにね、あんまり僕らも使わないよね、9番8番で、まあ、プロの試合見てると全英オープンとかで、まあ、長い番手とかでこうランニングやってる人たちはいる、ね、今シニアですけど青木さんとか5番アイアンでグリーン周りからのアプローチとかね、転がすアプローチっていうね、はい、うん、すごい、それで結構いい確率で寄ってるんですよ。だからやっぱりね、あのアプローチっていうのは転がす系統の方が、まあ、寄りやすいし入りやすいんじゃないかなっていうふうには思いますけどね、はい、ちょっともう一回脱線したんで元に戻りましょう。まずボールのポジション、スタンスの幅は肩幅よりも狭く、ね、でソールペッタンコでハンドファーストはしないですよ。で6対4ぐらいでこう構えてます。じゃあここから振り幅ですよね、ちょっと変わりますよ、ランニングと、はい、なんで変わると思う、慎太郎？ハンドファーストの度合いが少なくなった。素晴らしい。そうです。よかった。ここ変わんないんだけど、はい、ランニングこんな風にしてたじゃん。はい、でフォロースルーどっちかって言ったらクラブヘッドじゃなくて左腕先とかって言ってたよ。ハンドファースト。そうそう、ハンドファーストしてるからね。はい、それがさ、こうじゃなくてこうなんだから、まあ、ハンドファーストをしてるしてないだからフォロースルーもクラブヘッドの方が先行する、はい、うん、なので8時変わらないです。8時クラブヘッド、まあ、シャフトみたいなね。でそこからフォロースルー4時8時4時8時4時でウエイトシフトはしません。ここでも同じチップショットの中のランニングとピッチエンドランなのでウエイトシフトもしません。なので下半身は動かさない。これ動かすバージョンもやります。ピッチエンドランの実践編みたいな、よくこうコースの中で使うバージョンみたいな、はい、私はあのこれはベーシック編って言ってる、まあ、ピッチエンドランの基本だって言ってるんですけど、これね、どうかな、これ結構ぎこちないと思わない？ぎこちないって上半身だけで打っちゃってる。こんな風にコースでやらないよね。ないです。しないよね、はい、だからほぼこのベーシックなやつはコース使わないです。じゃあなんでコースで使わないことをここで練習するんだとかって思うかもしれないんだけど、コースで使うのはこう足を使ってるね、こうやってね、うん、でもそれ先にやっちゃうと足の送る勢い度合いって人それぞれ変わってくると思うんですよ。そうすると距離感がつかみづらくなってくる。なのでピッチエンドランの8時4時で下半身使わないベーシックで、まずはどのぐらいの高さが出てどれぐらいの転がりトータルでどれぐらい距離が出てるのか、はい、そういうのをねちょっとこうまず見極めてもらいたいなっていう意味でこれをやります。いいでしょうか。実際に打ってみます。実際に私の振り幅8時4時の、まあ、ピッチエンドランのベーシックな形でやってみます。手首使わない、体重移動しません。まあ場所にもよりますけど、まあ私の今ここで打ってるところちょっと左足上がりでボールが飛ばないところなんですね。それと少しグリーンエッジからもちょっとこう、まあ10ヤードないぐらい離れてるんでファーストバウンドはグリーン上には落ちません。このぐらいの高さで、何ヤードぐらい転がっていくんだなっていうのは分かってきます。まあどんな場所からでもまず本当は平らなところがいいんですよ。平らなところでフラットなグリーン上がいいんですよ。そういったところなかなかないんですけど見つけてあげて何回も何回も同じようにストロークします。で見てもらったら分かるように、まあファースト、まあ1球目と2球目のボールのポジション止まったところ最終地点ですかねはほぼ一緒です。まあこういうチェックを、しっかり何回もやってみましょう。じゃあ後方からもちょっと同じように
手首使わない、体重移動しないでピッチエンドランのベーシックやってみます。うまくいきました。まあ大体もうほぼ一緒のところ、まあ同じ距離だと思います。でこれで面白いんですけど、全く平らなところでランニングとピッチエンドラン、この2つやるとファーストバウンドの位置はもちろんランニングが手前でピッチエンドランの方が飛ぶんだけど、トータルの距離がね一緒なの。これね本当にあうまくできてるなって思う、うん、あとはねクラブ、これ私ピッチングって言ったじゃないですか、基準が。ただね最近ロフト立ってるじゃん、だからね僕のって結構立ってるんですよ。なので僕は本来は A が平均的な私のクラブでいくとピッチングぐらいになってる、まあ、ちょっと飛ぶクラブ使っちゃってるんでズルじゃないですよズルじゃない、ズルじゃない低くないで、そうなので、まあ、その辺の基準はどこを基準、何番を基準にするかっていうのは皆さんが決めていいような気もします。最近これだけクラブが発達してきて、ね、飛ぶクラブ飛ばないクラブ、ね、パワーある人はわざわざ、飛ぶクラブ使わないですからね。そういう基準の違いは自分たちで定めていいのかなと思います。 OK、 まあこれもね、実際もっとコースの中で、ランニングとピッチエンドランの使い分けとかをやっていくともっともっと楽しいんだけどね、はい、そういう動画も何回かな作りましょう。別の機会でも。そうです、はい、はい、お願いします。はい、今回は最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。この動画をいいねと思ってくれた方はいいねボタンを押してください。そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いします。質問などがございましたらコメント欄の方にどしどし質問の方もお寄せください。